カラス平原の戦いは、1270年に、フレグウルスの第二代君主アバカと、ムバーラクシャーから、チャガ大家当主の座を奪ったバラクとの間で行われた、戦い。この戦いでアバカは大勝し、フレグウルスの基盤を強固なものとした。バラクは、タラス解明において、ジョチ家の当主モンケテムルとオゴデー家のカイルと共に、 当時混乱状態にあった中央アジアを分割したものの現状に満足せず、改善に進められるままに西方への遠征を決意した。もともとジョチウルスなどとは違い、フレグウルスは第四代代反門家の死去とそれに伴う帝国内の混乱に紛れて成立したもので、正当性は薄く、イランの地の富への戦争も重なって中央アジアの茶型池、 おごデゆけの諸勢力は続々とバラクに合流し、バラクの軍は、たちまち大勢力となった。一方、フレグウルスはまだ成立したばかりの上、マムルーク朝とジョチウルスとの対立を抱えており、動員できる兵力は、バラク軍に比べ圧倒的に少なかった。しかし、アバカは、バラク軍を撃退することを、決定、1270年4月アゼルバイジャンを、出発し、 途中軍勢を整えながら、ホラーサーン方面へと進軍を開始した。途中、アバカは一度捕らえた艦長をわざと離すことで、バラク軍に対し罠を張った。急いで、バラクの下に戻った艦長は、アバカ軍が進軍はしてきたもののバラク軍を恐れて、退却を始めたと報告した。これを裏付けるかのように、アバカがわざと放棄した天幕や食料が発見されたことで、 ももとあまりの大軍に浮かれていたバラク軍の首脳部はアバカ軍の解体をあっさりと信じた。海戦を覚悟していた将兵の緊張は緩み、主演が行われるなど、すっかり油断した状態で進軍が続けられた。一方、アバカはカラスという川の流れる平原を戦場に決め、バラク軍を待ち構えた。突如出現したアバカ軍にバラクはさすがに動揺したが、 かろうじて対立を整えて、戦いに挑み、モンゴル帝国史上屈指の規模の改善が始まった。戦闘が始まると、まず、バラク軍の将軍、マルガーウルが戦死した。将軍、ジャライル隊は、将兵の士気の低下を防ぐため、バラクの許しを得て、アバカ軍の弱点である、イラン兵を含む混成部隊である左翼に突撃して、これを改装させ、そのまま追撃した。しかし、 アバカ軍の中軍、右翼は、バラク軍の攻撃にかろうじて持ちこたえ、アバカは、弟のヨシムトに命じて、左翼を補強させ、追撃に全力を注いでおり、隊列の乱れつつあった、ジャライル大軍を撃退した。戦況は依然として、バラク軍が優勢ではあったものの、ついにアバカは全軍に総攻撃を命じた。この時90歳を超える老将のヤン、スニタイが、 戦場のさ中で将棋に腰を下ろし、アバカへの法を解いた上で、勝利か、叱らずんばしあるのみと将兵を叱った激励したことで、アバカ軍の士気は大いに高まり、三度目の突撃で、バラク軍は、改装を始めた。右号の衆となった、バラク軍をアバカは追撃し、その多くを撃ち取ったが、ジャライル大軍が必死で、退路を確保したこともあり、バラクは、なんとか単身部原にたどり着いた。 しかし、残った部下の多くは彼を見限って、カイルに服属し、バラック自身も再び対立関係に戻ったカイルとの会談の前夜に休止した。こうして、中央アジア方面は再び混乱状態に戻ったものの、逆に、フレグウルスは、その勝利によって、基盤を強固なものとした。ありがとうございます。